コムキャスト NBC ユニバーサルユニバーサルパークスリゾーツユニバーサルパークスリゾーツはアメリカ合衆国のメディアエンターテインメント会社 NBC ユニバーサルが手掛け参加のユニバーサルスタジオをはじめとするハリウッド映画を中心としたテーマパークユニバーサルスタジオテーマパークユニバーサルテーマパークとも呼ばれるユニバーサル映画のみならず他社の映画作品などのグッズや アトラクションもある。テーマパーク展開初期の頃は映画会社ユニバーサルスタジオが実際の映画の撮影スタジオで使われている技術を知ってもらうためにも一般公開しようということからできたテーマパークである。1915年には映画スタジオ、1964年からテーマパークとして展開したユニバーサルスタジオハリウッドにはその名残としてアトラクション スタジオツアーがある。ユニバーサルテーマパークの本来のコンセプトは映画のセットをゲストが身近に見るテーマパークというものであったが、日本の場合は2001年にユニバーサルスタジオジャパンが開業。しかし東京ディズニーリゾートの東京ディズニーランドのようにオープン当初は大成功を収めることができなかった。理由は、 ハリウッド映画のテーマパークというのが日本人に根付かなかったということもあり、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーの単体テーマパークにも及ばないため、映画スタジオのテーマパークからファミリー層向けのテーマパークへと方向転換し、経営破綻から2010年代に V 字回復を収めている。また、海外ユニバーサルパークも映画スタジオのテーマパークからミニオンやシュレック、 ハリー・ポッターなどのファミリー層、ファンタジー向けのディズニーランドのようなテーマパークへと方向転換している。ユニバーサル・スタジオやユニバーサル・スタジオ参加のアンブリン・パートナーズやイルミネーション・エンターテインメントなどのアトラクションを展開している反面、テーマパークの競合をしている会社の所有作品も過去の契約などによりユニバーサル・パークに一部登場させることができる。 マーベルエンターテインメント2009年に、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、スパイダーマンや、アイアンマン、アベンジャーズなどのマーベルエンターテインメントを買収した。それにより、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマンやユニバーサル・オーランド・リゾートの、マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランドは、マーベルと、ユニバーサルとの契約により現在も展開されている。そのため、今後できる、 ユニバーサルパークでのマーベル作品展開や、USJ の場合は、スパイダーアーマン以外のキャラクターを使用することを禁じられている。20世紀スタジオ2019年に、ウォルト・ディズニー・カンパニーは20世紀スタジオを買収。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで展開されている、ザ・シンプソンズなども契約により、展開されている。ザ・マペッツ・スタジオザ・マペッツ・スタジオのカーミットをはじめと、 する、マペットキャラクターは、セサミストリートにも登場しているが、USJ のセサミストリート4、ティームービーマジックには登場できない。ユニバーサル、パークスリゾーツは、日本のニンテンドーと連携して、USJ、ア、アッシュに、スーパーマリオの世界観を題材とした、エリア、スーパー・ニンテンドー・ワールドを展開することに、両社協に同意した。AT&T 参加のワーナー・ブラザーと、 業務連携をし、USJ、ア、アッシュにある大人気エリア、ウィザーリングワールド・オブ・ハリー・ポッターを展開した。また、ビートルジュースが登場するショー、ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショーの運営や、ビートルジュースのグリーティングも実施されている。日本のサンリオとユニバーサル、パークス・リゾーツと連携し、ハロー・キティといったキャラクターを、ユニバーサル・パーク内に登場させている。 日本の USJE 以外でもアメリカのパークでも登場するようになった。また、日本にあるサンリオピューロランドとの差別化も図っている。日本のカプコンとユニバーサル、パークスリゾーツは、業務連携し、バイオハザードのアトラクションや USJ で開催されているユニバーサル、クールジャパンにてモンスターハンターのイベントも開催している。ユニバーサル、パークスリゾーツは、 ディズニーパークを展開しているディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツレゴランドを展開しているマーリーミエンターテイメンツに次ぐ世界3位の売り上げを出している2004年に事実上の経営破綻復活を遂げたユニバーサルスタジオジャパンの戦略まとめ www.stocclip.net2020 年2月8日閲覧不審から V 字回復の USJ 社員のこだわり一周した立役者の破格戦略3機ビス。www.sankeibiz.jp2020 年2月8日閲覧。なぜ USJ はターゲットを広げたのか、ターゲティングの成功事例、ブランディングナレッジベースシンス。since2018.jp2020 年2月8日閲覧。 日本経済新聞社、日経 BP 社、USJ の V 字回復、商品は映画専門パークからの脱却エンタメ、日経スタイル、日経スタイル、2020年2月8日閲覧、ユニバーサル、パークスリゾーツと他社との業務連携、2020年2月5日閲覧、ディズニー米国最大のコミックス会社、マーベル買収発表、アニメ、アニメ、 2020年2月5日閲覧。グレン、ブライアン、ザットダウン、マーベルコントラクト、ホワットライツ・ドーズ・ユニバーサルディズニー・ウン、インサイド・ユニバーサル、2020年2月5日閲覧。ディズニーによる21世紀フォックスの買収が完了。イグン・ジャパン、2020年2月5日閲覧。ニンテンドーとユニバーサル・パークスリゾーツ、ニンテンドーのゲームの世界観を再現した。 テーマパークを大阪、米国オーランド、ハリウッドの3カ所で展開へ。ニュースピックス、2020年2月5日閲覧。USJ にマリオ登場も任天堂とユニバーサルパークスリゾーツ提携。ライブドアニュース、2020年2月5日閲覧。ストーリーズ、任天堂宮本氏、スーパーニンテンドーワールドとゲーム業界の連携を、北米メディア。 コンテンツ産業情報レポート。2020年2月25日閲覧。ニュース、合同会社 USJ。www.usj.co.jp。2020年2月5日閲覧。ニュース、合同会社 USJ。www.usj.co.jp。2020年2月5日閲覧。 サンリオ米ユニバーサル施設に出展。日本経済新聞。2020年2月5日閲覧。ユニバで、ハローキティのバースデーを、お祝い。限定フード貸し切り新幹線も運行。アニメ、アニメ。2020年2月5日閲覧。ユニバーサル、クールジャパン2022で、開催予定の、モンスターハンターシリーズ初の VR アトラクション。 モンスターハンターワールドアイスボーン XR ウォーク最新情報カプコンモンスターハンターシリーズ公式サイト2020年2月5日閲覧中島めぐみユニバーサルスタジオの国際展開戦略周話システム2014年 ISBN 978 4 864872263 USJ 大阪に経営資源集中沖縄進出撤回を発表。日本経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ t g x l a s d z 1 1 i k d r 1 c 1 6 a 5 t i 5 0 0 0 2020年11月5日、閲覧。ありがとうございます。